折り紙で作るちょっと変わった形の雫のモビール、まあ、吊るし飾りですね。そちらの作り方をご紹介していきます。それでは早速作っていきます。まずはこの3枚とものおり紙をすべて、半分に折っていきます。はい、すべて半分に折りました。あとはこれをボンドで接着していきます。できるだけ全面にボンドを塗っていきます。塗りましたらもう1枚をこの上に貼り付けます。貼り付けましたらさらにまた、ボンドを塗ります。ボンドを塗りましたらまた貼り付けます。はい、このような感じのものが出来上がります。こちらボンドがしっかりくっつくのをちょっと待ちます。あとはですね、これに、雫の下書きを書いていきます。上の方は細くて、で下に行くにつれて太くするような感じで書いてください。こんな感じで書きました。下の方はですね、できるだけ横幅いっぱいに、書いていただければと思います。あとはこれをハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。まあ、このような感じになってます。でそうしましたら今度はですね、こちらの白い方がですね、表に来るようにちょっと置きまして、で片方にですね、ボンドを塗っていきます。ボンドを塗りましたらこれを閉じます。はい、こうしましたらこのボンドが、しっかり乾くのを待ちます。ボンドの方がくっつきましたらこれを、半分に折りまして、でさらにですね、こちらの方、上と下の方を、まあ、合わせるようにこっちの方で半分にもさらに折ります。でこの時にですね、裏返しまして、まあ、片方が細いので少しだけ、上に持っていきます。まあ、だいたい 1,2 センチぐらいですかね。上に出した状態にして、で下の部分をちょっと折ります。はい、こんな感じになります。こうですね、裏の方だとこうなってます。あとは細い方を、手前にしつつ、まあ、内側の方から切れ込みをちょっと入れていきます。まあ、切れ込みの形につきましてはお好みで大丈夫です。まあ、ちょっと弧を描くように切るのもいいし、三角に、カクカクに切るのもいいと思います。はい、切り込みを入れましたら開きます。まあ、こんな感じになってます。この時にですね、下の方が、まあ、こうしますと高さがやっぱり後ろ裏の方が、狭くなってますので、ちょっと切りすぎないようにご注意ください。そうしましたらこれを開いていきます。はい、このような感じの切れ込みになってます。で今度はですね、先ほど、まあ、横に折れ目を入れてると思いますが、こちらにですね、一番外側にまずボンドを塗りまして、今度はですね、この反対側の外側から一つ手前のこちらですね、ここと外側のやつを接着します。で続きまして、次のところですね、こちらも同様に一番外側のところと、その反対側の一つ内側にあるやつですね、これを接着します。でこれの繰り返しになりますね。はい、これで外側と、やや内側のやつが貼り終わりました。でそうしましたら今度はですね、これと同じようにまた一番外から3つ目ですね、にボンドを塗りましたら、今度は反対側は同じところではなく一つ内側のやつにこれを貼り付けます。はい、こんな感じでですね、内側のものも同様にちょっとずつ段をずらして接着してみてください。真ん中側の方も貼り付けました。まあ、こんな感じの見た目になります。でこの切る本数ですね、これがですね、このように多くしてもいいのかなと思います。まあ、こちらの方はですね、切りすぎて、内側のこっち側の線ですね、これが、まあ、反対側を見ますとこの真ん中のところにと、接着させて作ってます。まあ、このような感じでですね、まあ、ちょっと切りすぎたなってなった場合は、まあ、柔軟に真ん中ともくっつけちゃっていいのかなと思います。
でですね、もしもこっちの外側の下の部分ですね、これが、太すぎるなと思いましたら、まあ、ちょっと切れ込みを入れるのもいいのかなと思います。で、使用する色紙によりまして、このようにちょっと違う感じにもできますし、色合い変えて作るのもいいのかなと思います。まあ、あとはですね、テープなどで、まあ、紐を貼りまして、上の方に接着いただければと思います。もちろんボンドでもいいのかなと思います。まあ、マスキングテープやってますけど、セロテープの方がいいですね。はい、こんな感じです。これで完成になります。いかがでしたでしょうか。こちらのですね、雫の特徴としましては、まあ、このようにですね、回しても、まあ、色が変わって、で形の方はあんまり変わらないというような感じの特徴がありますんで、まあ、雫、見た目ちょっと雫かなって思うかもしれないんですけども、まあ、こんな感じで青の折り紙で作ると、それっぽく見えるのでおすすめです。お好みの色で、さらに切り方とかもいろいろ工夫して作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はですね、ちょっと変わった雫のビール吊るし飾りの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル登録と動画の高評価もお願いします。